ご視聴ありがとうございます。苗賀やかぼすです。9月に入りましたが、なかなか涼しくなりませんね。皆様、いかがお過ごしでしょうか終わらない暑さや、いろいろな事情で父としか進まない、柳田国を編著、東の物語初版、現代語訳ですが、 今回は4回目です。今回は、東野で祀られてきた神々、執着、村々の休暇というテーマでまとめて、14話から27話まで読みます。それでは、14、部落には必ず、 一個の休暇があって、屋内様という神を祀る。その家を大道という。この神の像は、桑の木を削って顔を描き、四角な布の真ん中に穴を開け、これを上から通して衣装とする。正月の十五日には、小技中の人々がこの家に集まってきて、 屋内様を祀る。また、おしら様という神がある。この神の像も屋内様と同じようにして作り設け、これも正月の十五日に里人が集まってこれを祀る。その祭りの式では、おしろいを心臓の顔に塗ることがある。大道の家には、 必ず畳一畳の部屋がある。この部屋で夜寝る者はいつも不思議に合う。枕を返すなどは常のことだ。あるいは誰かに抱き起こされ、または部屋から突き出されることもある。およそ静かに眠ることを許さないのである。中 おしら様は二神である。二神というのは、一対の神のことを言うそうです。まあ、めおとがみなども二神にあたるそうです。アイヌにもこの神があることがエゾ風俗異ブに見える。エゾ風俗異ブというのは、調べても出てきませんで、エゾ風俗遺産というものはあるそうです。 北海道の開拓市で明治15年に刊行された書物だそうです。中、ウゴカリワノというのは現在は秋田県大仙市にあるそうです。の町で一の神の神体である陰陽の神に正月15日おしろいを塗って祭ることがある。これと似た例である。 この引用の神というのも二神と同じで、この場合は男女一対の神のことを言うそうです。十五、屋内様を祀れば幸いが多い。土淵村大浅、柏崎の長者安倍氏は、村では田んぼのうちという、この家である年田植えの人手が足りず、 明日は天気も怪しいのに、わずかばかりの田を植え残すことになるか、などつぶやいていたところに、ふとどこからともなく、背の低い小僧が一人来て、自分も手伝おうというので、任せて働かせておいたところ、昼飯時に飯を食わそうとして行ってみたけれど、姿が見えない。 そのうち再び帰ってきて終日、城を描き、よく働いてくれたので、その日のうちに田植えはすべて済んだ。どこの人か知らないが、晩にはうちに来て食事をしてくれと誘ったが、日が暮れるとまたその姿が見えなくなった。家に帰ってみれば、 縁側に小さい泥の足跡がたくさんあって、たどっていくと座敷に入り、屋内様の神棚のところでとどまっていたので、さてはと思い、その扉を開いてみれば、心臓の腰から下は他の泥にまみれていらっしゃったということである。十六 ン世様を祀っている家も少なくない。この神の身体はお駒様とよく似ている。お駒様の社は里に多くある。石または木で男のものを作って捧げるのである。今はおいおいとそうしたものを捧げることは少なくなった。あの、明治に入るまでですね。 結構、矢城のご神体などは露骨な形をしたものも多くて、でも明治になって、これから日本は近代国家を目指すという方針になったのだから、まあそういうものを祀るのはふさわしくない、よろしくないということで、鏡など当たり障りのないそれらしいものに変えられてしまった。 という経緯があるそうです。十七、休暇には座敷わらしという神がお住まいになる家が少なくない。この神は大抵は十二三ぐらいの童子である。折々人に姿を見せることがある。土淵村大和井出の 今淵勘十郎という人の家では、近頃高等女学校にいる娘が休暇で帰ってきていたが、ある日、廊下でばったり座敷わらしに行き合い、大いに驚いたことがあった。これはまさしく男の子であった。同じ村の山口というところの佐々木市では、母人が一人、 縫い物をしていたところ、次の間で髪がガサガサいう音がした。この部屋は家の主人の部屋だが、その時は東京に行って不在の時だったので、変だと思って板戸を開けてみると、何の姿もない。しばらくの間座っていると、やがてまたしきりに鼻を鳴らす音がした。 さては座敷わらしだと思った。この家にも座敷わらしが住むということは、久しい以前から言われていることだった。この神の宿りたう家は、不吉自在であるということだ。中、座敷わらしは座敷わらし衆である。この神のことは、石神問答の中にも記事がある。 この石神問答というのは、塔の物語と同じく柳田国夫が執筆した書物だそうです。十八、座敷わらは女の子であることもある。同じ山口の旧家で山口孫左衛門という家には、道女の神が二人いらっしゃるということを、久しく言い伝えてきたが、 ある年、同じ村の何がしという男が、町から帰る途中に、止め場の橋のほとりで、見慣れない、二人の見た目の良い娘に会った。気がかりな様子でこちらへ来る。お前たちはどこから来た、と問えば、おら、山口の孫左衛門のところから来た、と答える。 これからどこへ行くのかと聞けば、どこそこの村の何がしの家にと答える。その何がしは少々離れた村に住んでいて、今も立派に暮らしている豪農である。さては、孫左衛門の家の繁栄も終わりだなと思ったが、それからそれほど経たないうちに、 孫左衛門の家の主従二十一人、キノコの毒にあたって、一日のうちに死にたえ、七歳の女の子一人が残ったが、その娘もまた、年老いて子はなく、近頃、病気で亡くなった。十九。孫左衛門の家では、ある日、梨の木の周りに、 見慣れないキノコがたくさん生えたのを食おうか食わない方がいいかと男どもが評議しているのを聞いて最後の代の孫左衛門が食わない方が良いとせいしたけれども下男の一人が言うにはどんなキノコでも水桶の中に入れてお柄でもってよくかき回した後に食えば決して当たることはないと言って 一度、この言葉に従って、家内の者は全員、このキノコを食った。七歳の女の子は、その日、外に出て遊びに夢中になって、昼飯を食いに帰ることを忘れたために、助かった。冬の主人の死去で、人々が動転している間に、遠い近い親類の人々、 あるいは生前に貸しがあったといい、あるいは約束があったと称して、家の家財は味噌の類までも持ち去られてしまったので、この村ができて以来の長者であったけれども、あっという間に後方もなくなってしまった。二十。この教編の前には、 いろいろの前兆があった。男どもが買っておいたマグサを出そうと、三つ葉の桑でかき回すと、大きな蛇を見つけた。これも殺すなと主人が止めたのも聞かないで、撃ち殺したが、その後からマグサの下に数知れない蛇がいて、這い出てきたのを、男どもは面白半分に、 ことごとく殺した。さて、捨てるところもないので、屋敷の外に穴を掘ってうずめ、蛇塚を作った。その蛇は味か、むしろで作った袋に行く袋もあったという。二十一、右の孫左衛門は、田舎には珍しい学者で、 常に京都から和漢の書を取り寄せて読みふけっていた。少し変人という風だった。狐と親しくなって家を飛ます術を得ようと思い立ち、まず庭の中に稲荷の祠を建て、自身で京に登って、小一位の深海を受けて帰り、それからは、 毎日一枚の油揚げを欠かすことなく、手図から斜刀に備えて拝んでいたが、後には狐は慣れて、近づいても逃げなくなった。手を伸ばして、その首を押さえなどもしたという。村にある薬師の道盛は、我が仏様は何も備えないけれども、 孫左衛門の神様よりは御利益があると、たびたび笑いの種にしたということである。二十二、佐々木氏の曾祖,祖母は、年をとって死去したとき、勘に取り納め、親族の者が集まってきて、その夜は一度座敷で寝た。死者の娘で、 精神病のために離縁された夫人もその中にいた。物間は火の気を絶やすことを忌むのが土地の風習なので、祖母と母との二人のみは大きな緑の両側に座り、母人は傍らに墨かごを置き、折々ろに墨を継ぎ足していたが、ふと 裏口の方から足音がして来るものがあるのを見れば亡くなった老女であった。いつも腰が曲がって着物の裾を引きずるのを三角に取り上げて前に縫い付けていたが、まざまざとその通りの姿でしまめにも見覚えがあった。あれと思う間もなく、 二人の女の座っている炉の脇を通って行こうとして、裾が炭取りに触ったので、丸い炭取りだったので、くるくると回った。母人は気丈な人だったので、振り返って後を見送ると、深淵の人々が寝ている座敷の方へ近寄って行くと思ったときに、あの教助がけたたましい声で、 おばあさんが来た、と叫んだ。その他の人々は、この声で眠りから覚めて、ひどく驚くばかりだったという。中、マーテルリンクの侵入者という短編小説を思い起こさせる。このマーテルリンクというのは、青い鳥、チルチルミチルですね、で有名なメーテルリンクのことです。 二十三同じ老女の二七日のタイヤに地員の者が集まって夜が更けるまで念仏を唱えさて帰ろうとしたとき口の石に腰掛けてあちらを向いている老女がいたその後ろ姿はまさしく亡くなった人のそれだったこれはあまたの人が見たので 誰も疑わない。いかなる執着があったのやら、ついに、それを知る人はなかったそうである。24、村々の休暇を大道というのは、大道元年。これは、西暦に直すと806年、佐賀天皇の即位した年だそうです。2、海の国というのは今の、 山梨県にあたる地域から移ってきた家だからこういうとのことである。大道は坂の上の田村将軍政統の時代である。海は南部家の本国である。二つの伝説が混ぜ合わさったのではなかろうか。中、大道は大洞という字が点火したものかもしれない。 ほラとは、東北では家門、または俗ということである。日立の国史に例がある。ホラ前という語が後世に見える。二十五。大道の祖先たちが初めてこの地方に到着したのは、ちょうど年の暮れで新春の門松をまだ片方立てないうちに、 元日になってしまったというので、今もこの家々では、吉礼として、門松の片方を地に伏せたままで、締め縄を引き渡すとのことである。二十六、柏崎の田んぼのうちと称する安倍氏は、有名な旧家である。この家の先代に彫刻に巧みな人があって、 東野郷の神仏の像には、この人が作ったものが多い。二十七。早知根から出て、東北の方、都の海に流れいる川を、平川という。その流域は、すなわち、下平郡である。東野の,の町の中で、 今は池の旗という家の先代の主人が、都に行っての帰り道、この川の原台の淵というあたりを通ったところ、若い女がいて一風の手紙を託された。遠野の町の後ろにある物見山の中腹にある沼に行って、手を叩けば手紙の宛名の人が出てくるとのことである。 この人は手紙を引き受けはしたけれども、歩きながら気がかりになってきて、どうしたものかと迷っていると、一人の六部に行き合った。六部はこの手紙を開いて読んで曰く、これを持っていけば何時の身に大きな災いがあるだろう。中身を書き換えてあげようと言って、別の手紙を書いて与えた。 これを持って沼に行き、教えられた通り手を叩くと、果たして若い女が出てきて手紙を受け取り、その例であると言って、とても小さい石臼をくれた。米を一粒入れて回せば、下から黄金が出た。この宝物の力で、その家はやや浮遊になったが、 妻は欲が深くて、一度にたくさんの米をつかみ入れたところ、石臼はしきりに自分で回って、ついには朝ごとに主人がこの石臼に備える水が、小さいくぼみの中に溜まっている中へ滑り込んで、見えなくなってしまった。その水溜まりは、後に小さい池になって、今も、 家の傍らにある。家の名を池の旗というのもそのためであるという。中、この話に似た物語は西洋にもある。偶然だろうか。以上、柳田国を編著。唐の物語初版、現代語訳。 第4回でした。